マイケル・シファー、マイケル・シファーは、アメリカ合衆国の政治家、政治学者、ジョージタウン大学で学士号を取得、ロンドンスクール・オブ・エコノミクス及び、ニューヨーク大学で修士号を取得、1995年から2004年まで、ダイアン・ファインスタイン上院議員の議員スタッフとして、勤務、国家安全保障担当の上級顧問及び、立法担当責任者を務めた。 2004年から2005年まで米外交問題評議会の日立国際問題研究員として日本の防衛研究所に在籍。東アジアの安全保障問題を中心に研究生活を送った。2006年から2009年まで外交シンクタンクのスタンリー財団に所属し、アジア関連の政策分析や政治対話の計画調整を担当。アメリカの国家安全保障や 国際安全保障の課題を扱った。2008年の大統領選挙では、バラク・オバマ候補の対日政策顧問団メンバーとして、対アジア政策及び対日政策の企画立案に深く関与した。また、アイオア大学アジア太平洋研究センターの研究員も兼務し、国際安全保障問題や政治問題、メディア問題など広範な領域で執筆活動を展開した。 2009年4月から国防時間補室にて国防時間補代理として勤務。担当する東アジア政策の戦略立案、実施を目的として国防総省の上層部に対して助言を提供。ありがとうございます。